虎の楽屋トーク。はい、事業再生版タイガーファンディング虎の楽屋トークです。よろしくお願いします。主催の後藤さんがここに座ってやるべきなんですけど、あまりにもやっぱまだ不慣れなので、これしょうがないですよね。しょうがないです。なんで1本目だけ僕が回させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあこれが1本目に流れるかどうかまだ決まってないんで、それはちょっと置いといて、今回は挫折を乗り越え車両運行管理システムで再起を図りたいというプランで来られた広勝さん47歳神奈川県からの方でしたけども、まずもって令和の虎関連に初めてご出演をされた佐藤さんから聞きましょう。はい、どうでしたか虎は。なかなか面白い逸材だったなと思いました。普段ちょっとお会いできないような方だったんで、びっくりしましたね。はい、ご自身の虎としての感想はどうですか。めちゃくちゃ面白かったです。はい、うん、はい。それぞれシンプルで良かったです。茂木さん、初めて事業再生版座りましたがいかがでしたか。そうですね、まあ途中でも言ったんですけど、事業再生じゃないですよね。もうしつこいですけど。僕は一生懸命事業再生だって言ってましたよ。まあ、空気読んでよ、そこはちゃんと。はい、まあ、違う、足りないじゃん。はい、お願いしますよ、そこは。そうねえ。知ってます。なんでここであえてまた言うんだ。はい、いやいや、でも、ね、結構こう、後藤さんの初々しさが、僕なんか、裏、もうやったんですけど、はいはい、めっちゃなんか新鮮で、はい、楽しかったです。いや、だって本当に12個始まる中で、うん、唯一、うん、何の関係もなかった方は後藤さんだけなので、うん、あったかい目で見なきゃいけないんですよ、皆さん。うんうんうん、でもきっと林さんなんか言いたいことあるから、どうぞ。うん、もうちょっと頑張ろう。すいません、わかります。すいません、当然あるね。本当にその12枠の中で、全くこの番組に関わってない、はい、人間が僕だけだって本当に岩井さんが聞いた時に、はい、やっちゃったなって正直思ったんですよ。だからね、皆さんこう何かしら関わってる方が今回12枠のうち11枠じゃないですか、はい、で僕正直もう全くどこの誰だお前みたいなっていう人間が今回こういう事業、しかも事業再生っていう枠でやらせてもらえるようになったって、もうプレッシャーしかないですよ。もうこんな感じです、常に。はい、ドキドキして、まあ、ですね。じゃあちょっとフランチャイズの話をさせていただきますと、令和の虎のフランチャイズをしたわけですね。で、いわば、まあ、僕のイメージでは、その虎の加盟っていうのは、まあ、既存店の増店みたいな、うん、感じですよ。鳥貴族さんは、もう今加盟してる人しか吉田を増やせないです。で、対して、まあ、例えば武田塾とか他のやつも、既存店の増店もあるんですけど、新規のオーナーさんを一定数入れるんですよね。その方が、新しい血が入って、なんか盛り上がるんですよ。だから既存メンバーだけじゃなくて、なんで後藤さんが入ってくれたおかげでなんかこうより盛り上がる、進化するっていうことがやっぱ全体としてあるはずなので、だけど、まあ、たまにそんな新規のメンバーを入れるとやっちゃったなって時もあるんですよ。で、やっぱ既存オーナーの方がだよねーって時もあるんで、でもね、本当に僕心から思うのは、本当に後藤さんありがとうございます。いや、わかる、はい、うん、そう、それは本当そうなんですよね、はい、本当にそう。もしね、これ後藤さんいなくて、うん、全部虎か虎の子だったら、結局あいつら慣れ合いじゃんってやっぱ思われちゃいますよ。そうだし、事業再生なんていうこんなおぼめのものは、うん、だって虎は基本ケチが多いじゃん、うん、だって億単位でも突っ込めるなんて人は、はい、これはその新規だからこそなせる技ですよね。うん、はい、だから本当になんか、うん、そのぐらいの大規模なことで困ってる人に本当来てほしいですよね、うん、そう。だからね、僕は実はいじってますけど大変ありがたく思います。さあ、しまやんもですね、はい、おそらくな、多分後藤さんからオファーがあったのは、しまやんが今ね、V 字回復の虎だけじゃなくて、いろいろとこう再生してるじゃないですか、はい、これしまやんぴったりだなと思ってオファーが来たと思うんですけど、はい、いかがですか。ちょっと言い過ぎたかなと思ってるんですけど、大丈夫ですか。あ、全然大丈夫です。三流とかなんか全然。僕ね、最近しまやんさんに思ってるのは、はい、やっぱ出始めた頃に比べてすっごいちゃんと喋られる。それはわかる。いや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 、昔全然喋んなかった。だから、ね、よくね、僕と今井さんはね、あのトラはこれはどうだって言ってたんだけど、よくね、反省会してるわけですよ、はいはい、ね、何々版はいまいちゃんとかって話してる。その中で、しまやんは飲食しか喋れないね。マジマジ。汁物出てき
来たら、あの、音源使うしかねえ、音ないだろ、ねえって話したことある。はい、お今日もう車なのに上手に喋られてる。上手に。上手に。いやいや、上手にの言い方にちょっと点がありませんか。でも逆に言うと、僕みたいに学歴なくて、経験も少ない虎っていないじゃないですか。はい、皆さんに優秀じゃないですか。はいはい、だからもう、にしか喋れないことがあるなと思って、もう自信をそっちはつけて、逆にもうどんどんそういうのをさらけ出していこうと思って。なんか今日のそのね、はい、あの学歴がなくて俺は覚悟あるけど、その覚悟はどうなんだっていうセリフがね、すごいよ。横にいてグッと来たよね。はい、よかったよかった。なんかすっごい生意気な言い方すると、シマヤンは令和の虎で一番成長したかった。めっちゃ嬉しい。もうこれは嬉しい。シマヤン、本当嬉しい。本当。シマヤン、今日上手に喋ってる。上から。上から下さんことが頑張ろう。はい、島屋も伸びたからさあ、よかった。やっぱね、やっぱね、後藤さんもね、こんなほんわかした人じゃないですか。はい、これが、うん、これから令和の虎に関わることでどう変わっていくかは意外と楽しみですよ。確かに、はい、変わりますかね、僕。いや、あの、変わってもらわないと困りますけど。わかりました。はい、いや、本当になんかね、すごい優しい感じの方なんで、うん、ね、やっぱ虎ですんで、はい、時には虎としてこらまえみたいなのはやれないと思うけど、ね、でも本当にあの、まだまだものすごい遠慮が多いので、はい、あの皆さんに対しても主催ですから今回は、はい、事業再生もちゃんとすごい高いお金払って買っていただいてるわけですから、もっと自信持ってやってください、うん、はい、頑張ります。はい、ということで中身はあんまり何も今日なかったけど、あのこれであの終わりかな。まあちょっと最後にあの広川さん、そうは言ってもですね、あの、うん、結果手伝うことになりましたので、はい、あのあとはこれ事業再生版の、チャンネルの方で追っかけるわけですよね。追っかけます。はい。おお、もう島屋もかけます。え、なんで？俺も一緒にあの人応援します。応援。やっぱりやめます。お前応援します。いや、お二人ちゃんと絡んでください。ちょっとだけで結構ですからね。はい。まあ本当にあの、でも同業だったんで、ぜひなんか、そうですね。頑張ってください。はい、頑張ります。はい。さあ、じゃあ、あの、こういう形でね、後藤さんの成長に期待して、はい、終わっていきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。